3種類あるスタート音の遅れについてどんな違いがあるか見ていこうと思います。よろしくお願いします。わかりやすい方から説明していくね。まずは大遅れから。これは入りでもわかるわ。だね。大遅れはビッグプラス飛翔モードの音です。続いて中遅れ。これがいわゆる普通の遅れだね。だね。中遅れは通常 B 中のボーナス濃厚になるよ。じゃあ最後に小遅れ。本当に遅れた？これは気づける人と気づけない人に分かれちゃうかも。ちなみに小遅れはときめきゾーン中限定の演出らしいよ。32ゲーム以内のボーナスが濃厚になります。あと実は小遅れが高確率で発生するときめきゾーンもあるとかないとか。あのさ、遅れてないパターンって見れる？うん。やっぱりわからん。